読売中高生新聞の読者の皆さん、こんにちは。私は清新女子大学の足立と申します。今日は皆さんと一緒にシェイクスピアの世界を探っていきたいと思います。さて、みんなとシェイクスピアの魅力っていうのを改めて考えていきたいと思いますけれども、まずは語彙が多いんですね。これは圧倒的です。3万ワードというのは英語で書かれた文学の中では1番です。2番のミルトンが1万5000ワードですから、大きく引き離していますよね。それから造語能力というのが素晴らしいのですけれども、例えばどんな造語があるかというと、こんなものがあります。 The multitudinous seas in Canada。 これどういう意味か分かりますか、皆さん。Multitude というのは大勢とかたくさんという意味ですけども、それに Dinus というのをつけて、Multitudinous Seas で大海原ですね、形容詞にしてしまいました。それから Incarnadine というのも赤く染めるという言葉をシェイクスピアが作ってしまったんですね。そういった言葉がとってもたくさんあります。それから、現在も使われている意外な表現で、ちょっと面白いものがありますので、紹介したいと思います。まずこれ皆さん読めますか。サラダデイズ、サラダデイズですね、サラダの日々って素敵でしょ。どんな意味か分かります。みずみずしいサラダっていうのを思い浮かべてほしいんですけども、我が若かりし頃、これはクレオパトラが自分の若い頃を言ってるんですね。それから、ベンチャー、これはもう、一般的に、日本語に入ってしまいましたけども、こんな言葉もシェイクスピアがベニスの商人で使っていますし、それからスター・クロス・ラバーズ、これはそれぞれ星があって、で、恋人たちの星がこう交差して一瞬だけこう交わるところがある。そこで、ロミオとジュリエットが出会って、でまた離れていってしまうという悲劇の星のもとに生まれた恋人たちという意味の、表現で、これらはもう作品から一人歩きしていろいろ と、英語の中で使われている表現です。そういったところがシェイクスピアの面白さですね。それから、他にもあります。決まり文句になったような、セリフもあるんですけれども、高橋さん、マクベスの魔女といえばどんなセリフがありますか。 If fair is foul, foul is fair. はい、ありがとうございます。はい、とても謎めいた言葉、 fair is foul and foul is fair という言葉があります。これはどういう意味かというと、いいは悪いで悪いはいい、あるいはきれいは汚いで汚いはきれい。おかしいですよね。普通いいは悪くない、きれいは汚くないはずなんですけれども、そういった非常に謎めいた、でもよく考えてみると真実かもしれないという言葉がシェイクスピアにたくさんあって、こういったものも決まり文句になって英語の中に入ってきています。他にもちょっとご紹介しましょう。ハムレットに出てくるセリフなんですけれども、 Something is rotten in the state of Denmark ですね。これ印象的なセリフなんだけれども、何かが腐っているのだこの国では、なんかちょっと違うぞっていう時のセリフですよね。それから My bounty is as boundless as the sea, my love as deep。 これはロミオとジュリエットなんですけれども、私の愛は海ほども深く果てしない、これも、英語の語彙に入ってきているセリフです。さて、言葉というレベルの他でも、シェイクスピアがとても面白いところがあるんですけれども、それは物語の展開のうまさなんですね。でロミオとジュリエットに戻るんですけれども、シェイクスピアは皆さんご存知の通り、大体種本がありますね。元の話があって、それをさらに面白くする、それの才能がとてもあった人です。で種本ではたった9ヶ月たったでもないですね、かなり長い9ヶ月という期間の出来事をシェイクスピアは思いっきり圧縮しているんですけれども、どれぐらい圧縮したか覚えてますか。大塚さんいかがでしょう。はい、5日間です。はい、そうです、思いっきり圧縮して5日間、たった5日間の出来事にしています。さて、皆さん翻訳を勉強してきたので、翻訳史を彩る名台詞について考えてみたいと思います。さて、ハムレットの独白といえばとても有名な台詞で、誰も知っている台詞というのがあると思うんですけれども、花山さん教えてもらえますか。 To be or not to be, that is a question。 はい、その通りですね。 To be or not to be, that is the question。これを、明治の初期から日本の人たちがどういうふうに訳していったかっていうのをみんなと一緒に見ていきたいと思います。みんなも To be or not to be、とても
簡単な言葉ですよね。たった10ワードだし、be 動詞が来て That is the question、非常に簡単な構文でもありますけれども、みんなだったらどういうふうに訳しますか。まず、明治の人たちがどういうふうに訳したかっていうのをみんなと一緒に見ていきたいと思います。ちょっと面白いのもあるので、あれ私ああいうふうに訳さないなとか、これはいいぞと思いながら見ていってください。ありますありません、あれは何ですか、どうですかねちょっと冗談っぽいですね。ながらうべきか、しかしまたながらうべきにあらざるか、これが思案のしどころぞ、これは非常に典雅な古典的な、感じです。そして、有名な坪内逍遙、この方は、一人で、シェイクスピアの作品全部を、和訳した人物なんですけど、この人の翻訳、まあ、これになってくると世にあらぬ、世にあらぬ、それが疑問じゃ be というのをね、to be 世にある not to be 世にあらぬというふうに訳しています。さらに、みんな生か死かっていうのが多分パッと思い浮かぶ翻訳だと思うんですけども、この生か死かにたどり着くまでに結構時間がかかっています。明治の初期から、ずっと、違う翻訳があって、で福田恒有さんというこの人は演出もした人なんですけれども、この人が1559年ですね、に生か死か、それが疑問だというふうに訳していて、まあ、これがもしかしたら一番みんなが馴染み深い翻訳かなと思います。 To be 生きるべきか、 or not to be 死ぬべきかっていうことですよね。でも他の訳もありますね。生き続けるか生き続けないか、それが難しいところだ。木下順二さんです。この方も、劇作家なんですけれども、 be っていうのを一点だけじゃなくて、こうずっと続けてこう生きることですね。そして not to be っていうのも生き続けないというふうに、こう連続性も意識して訳しているところが面白いですね。さて最近の翻訳、皆さんも、きっとお世話になっている翻訳がいくつもあると思うんですけども、小田島先生の訳を見てみたいと思います。このままでいいのかいけないのか、それが問題だ、まあ、とても説明的で面白い、分かりやすい訳ですよね。口語的です。このままでいいのか、 to be っていうのはこのままでいいのか、 not to be いけないのか、それから、高橋康成先生の訳、するかしないか、それが問題だ。これ親って思いませんか。するかしないかだったら to do or not to do であるべきですよね。じゃあこれ語訳なんでしょうか。これはハムレットの物語を考えてみると、実はハムレットは、お父さんの亡霊が出てきて復讐してくれっていうふうに頼まれたわけですよね。ですから復讐するかしないかっていうのを今考えているわけです。ですからそれを踏まえると、物語を踏まえるとするかしないか、それが問題だというふうに、翻訳することもできるわけです。翻訳っていうのはね、みんな勉強している通り、やっぱり、その物語全体の中で、まあ、その言葉がどういった意味を持つのか、何を背負っているのかということを意識して訳するっていうのが、まあ、一つのポイントでしたよね。それから最後に、松岡和子先生、生きてとどまるか消えてなくなるか、それが問題だ。まあ、生きてとどまるかっていうのは to be、まあ、とどまるっていう概念を入れています。それから or not to be、 これなんで消えてなくなるかっていうと、ハムレットがこのあと自分の体が梅雨となって消えればいいのにっていうセリフがあるんですね。割とこの近くです。ですからそれをちょっと早取りしたような、先取りしたような形で消えてなくなるのかというふうに not to be を訳しているという、ことがわかります。このように、まあ、同じたった10ワードでも本当にいろいろな訳の仕方がある。私たちとシェイクスピアはこんな形でいろいろ付き合い方があるっていうことが分かってもらえたかなと思います。最後にちょっと、今日のシェイクスピア研究で、画期的にこう、世界が変わった、ことがありますので、それを紹介して終わりたいと思います。それはビッグデータの活用です。シェイクスピアの作品や、その同時代の作品、それだけでないですね、あらゆるテクストっていうのが今データベース化されています。この大学にも実はそういったデータベース入ってるんですけれども、そうすると例えばシェイクスピアの作品の中でクマ、ね、ベアっていうのがどこで出てくるだろうと思った時に、まあ、そういったデータベースでベアっていう言葉を打ち込みますね。そうすると横断検索でシェイクスピアはここでこことこことここでベアを使ってるよとか、シェイクスピアの同時代の人はこういうところでベアを使ってるよっていうのが全部出るんですね。それからもう一つは、私たちがわざわざそこまで行かなくても日本にいながらして、あるいは自分のお家にいながらして
つまりディスタンスラーニングが可能になりました。それなので、今の、シェイクスピアの学会っていうのは随分変わってきています。で、シェイクスピア学者の意識っていうのが変化して、これまでは英語圏のものとか特定のこう選ばれた人のものっていう意識があったかもしれませんけれども、シェイクスピアっていうのはみんなのものであると、人類が共有すべき遺産というふうにシェイクスピアは考えられるようになりました。結論その2、シェイクスピアは時代、言語、文化の違いを超えて様々な国や地域で生き続けるっていうことが言えますね。で、シェイクスピアの時代と今なんですけども、さっきグローブ座の紹介の時に、実はグローバルという言葉は、グローブ座のグローブ、丸い世界で世界はつながっているという発想がシェイクスピアの時代からあったっていうお話をしました。それからもう一つ大事なことは、当時の英語っていうのは現在私たちが今使っている英語とつながっているっていうことなんですね。ですから、地理的にもそれから経済的にもですね、文化的にもシェイクスピアの時代っていうのは今とつながっているので、だからこそもしかしたらシェイクスピアは私たちにとって魅力的なのかもしれないし、それからシェイクスピアを通して言葉の奥深さを勉強したり、それから翻訳の技を磨いたり、それから、シェイクスピアの時代のことを勉強して今の私たちの世界のことをみんなで考えることができると思います。皆さんいかがでしたか？優れた文学は時間と空間を超えて私たちに語りかけます。言葉で一つの世界を作って、その世界への冒険と誘ってくれるんですね。実は文学はコミュニケーションなんです。ですから私たちはいい作品と出会うと、あ、これは私のための作品だと思ったりします。シェイクスピアは400年前に作品を書いていますけれども、その内容は今の世界を理解するためにとても役立つんですね。実は文学というのはとても実際的な学問でもあるんです。文学を通してこの今私たちの生きる世界を理解し、またその世界に打ち返す力を養いませんか？ぜひ精神女子大学に来て私のゼミで一緒に勉強しましょう。